皆さんこんにちは。こんにちは。湘南 AJ クリニック大阪院長の斉藤と受付カウンセラーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。さて今日のお題は何でしょうか。はい。本日はですね、ちょっと薄毛の治療のお話から少しセンター医師の院長にフォーカスを置きたいと思います。では本日のテーマはセンター医師のプライベートは映画編です。はい、ありがとうございます。本当にまた恥ずかしい話なんですけど、まあ、僕がどういう人間かっていうのを知っていただこうということで、はい、趣味の話とかちょっとしてみようかなと思うんですね。はい、で映画大好き で映画ってバーチャルというか自分では体験できない、ね、世界にポンと入れるでしょう。で、いろんな人の思いにこう沿ってみたりとかっていうのも、ね、できるなんかところがありますよね。映画は本当に定期的に見てるんですけど、最近見てね、皆さんも多分見られてるんじゃないかなと思うんですけど、見た映画で、トップガンですね。面白かったですね。見ましたかね。見ました。はい。でこれ1作目ね、僕らが高校生の時にやったんですけど、トム・クルーズめっちゃ若くて、ね、まだねそんな有名じゃない頃ですね。であれでトップガンの一作目でバンと行ったんじゃないかなと思うんですよね。で本当高校生の若造ですので、で戦闘機ね、その時のトムキャットですけど、F-14 っていうかね、翼をこう広げたりとかですね、艦上飛行機で空母からね飛び立つためにこう作られてるんですね。で少ない距離でこう飛び立てるようにってこういうね、で、それの映画でしたよね、リサとかね。で、あれ見て、もう本当に映画館出るときに興奮してね、僕は、アメリカ人になって、で、アメリカの海兵隊に入って、で、あれに乗れんなと思って出てきました。青な高校生でしたけど、で、そういう時が。で、ずっとね、2作目早く作られないかなって、やっぱり思ってたんですけども、ずっとね、なかったですよね。30年ぶりなんですね。でもトム・クルーズ見られた方もね多いと思いますけども、ね、分かってまだ ね。あの人すごくね、ほとんど自分でアクションされるんでね、スタントマン使わないのが有名でしょう。はい、今回もそれを聞いてびっくりしました。ね、でご自身で飛行機も運転されるし、セスナーでね、それはプライベートジェットはどうなのかなんですけど、飛行機も操縦されるね、あと毎回出てくるオートバイの、ね、飛行機がリンクするときにオートバイでこう競争するっていう、ああいう乗り物が大好きなんですよね。で2作目でやっとね見れて、で3作目ないかなって思ってトム・クルーズまだまだ頑張ってほしいです ね。でも戦闘機なんかね、その劇中でも言ってましたけど、だんだんやっぱり退役して、で戦闘機でやっぱりなんかするっていうことはなくなると思うんですよね。2作目なんかは1作目と同じでビーチでね、バレーボールしたりとか、今回はね、ネフトしたりとかってなましたけど、ああいうシーンがありますよね。すごく筋肉鍛えてみんなかっこいいなと思って。戦闘機とかね見るのも大好きで、沖縄とかに行くとね、空港の近くにバンタブルとかあって、でそこから自衛隊のね飛行機が飛び立つんですけども、ちょうどね目の前でこう旋回するんですよね。だからお腹見せて飛んでくみたいなところに来て、で密かに自分で遊んでます。ね、大好きですね。本当に高校生から始まって、そんな感じで大人になりましたけど、はい、ということで同じ一面もあるんです ね。よろしくお願いします。はい、この番組が面白いためになると思ったらグッドボタンをお願いします。もっと見たいと思った方はチャンネル登録もお願いします。番組に取り上げてほしい内容や質問がございましたらコメントください。次回も僕のことや薄毛治療、自毛植毛に関する話を していきたいと思いますので、お楽しみに。それでは次回まで、さようなら。さようなら。